皆さんこんこにちは、えー、吉岡茂美音楽師心の旅今日もごご視聴ありがとうございます、えー、と桜もあの散ってしまってちょっと寂しい気持ちになりますけどもいろんな花がとても綺麗ですね。そして前回私はあのファーストアルバムを出しましたという話をしました。これは今ではなくて今から約40年前1980年の秋でした。今日は この。イラストを書いてくださった。宇野カマキリさんをゲストにお迎えしています。宇野さん。こんにちは。はい、どうも。何年ぶりかね。あ、会うのはね。でも、なんか、この40年前、よく、もっと前に、私たちは、あの、出会ってるわけなんですけれども。うん、全然変わらないね。全然変わらない。変わらない。同じ宇野カマキリさんです。はい。あの、宇野カマキリさんには、本当に、これにね。 このイラストを描いていただいたんですけどその前に、あのー、森前吉さんという劇作家で、はいえー、脚本家でそれから、あのー、映画監督をしていた森前吉さんのご紹介でね「はや、い、て」っていうアニメーションをカマキリさんがそれもビニール、ね、粘土昔はね。うん そういうのでやると色を混ぜたりもできたし、そのビニール粘土のアニメーション、それにアニメって言いますね。それに私が音楽をつけてめはやって、それでねあの出会っているんですよ。えっと私と宇野さんをあの出会わせてくださったその森前吉さんと。 私はどう、どこで出会ったんだろうかとか、しばらく考えたんですよ。そしたら、あの、この前に、私が一番最初に、うん、あの。音楽し、女の人のしに曲をつけるコンサートをしたんですけど。はいはい、それが東北に住んでいる。うん、新海百合子さんという、はい、あの詩人と、それから小原麗子さんという詩人のし、らさんはい、だったんですね。その新海百合子さんが。うん、あの練馬に、森善一さんがいるからという話で、うん、私は。はいはい あの会いに行ったんですね。うん、ただ今度森さんがあの東北の北上に、うん、小原玲子さんという,うあのすごい詩人がいるよっていう話を伺って、うんね、今度私は今度北上にまた行ったという、うん、そういう流れでした。でそれがあの初めての,あのコンサートをしたのが1977年ですね。ねうん、で、さっきのハヤテは,はい、はい 一千九百七十八年に完成してる。そう <laughs> そう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 。あの時、もう、どういう、あの発想で、やられたんですか。あのね、森さんはね、脚本をいっぱい作ってたんですよ。うん、で、どうもね、鬼をテーマに、作ってみたいなって言われて。で、僕もアニメーターだったんで。うん、あのどうせなら、あの、粘土のアニメーション、リッターアニメっていうんですか。うん こう一コマずつこう動かしていくわけですね。取っちゃうガチャッガチャッ。それであのとにかく作ってみたいなということであの協力しました。ああそうなんですか。うん、そして私が音楽をしてバッチリ出会ったと。うんはい、<laughs> それでね、これさっきあのお見せしたね、うん、この CD の前に。はいはいうん 実はカマキリさんは私の応援団でね、こんなね。あの次に、あの羽ばたきの次にコンサートをした。時のチラシ。このデザインも。で、勝手にやってたね。うん。こんなにやってくださってんですよ。そして。この中に。この私の顔がこう出てきて。よ。もう自由に使えたからでそう。そう。ね。こうやると、私が。一人になるっていうデザインになって。てそう。これを。あの。もう。 このあの CD のジャケットの前に、はい、あの作ってくださって,ってでこの辺りの時は本当にカマキリさんはいろんな、うん、あのチラシも作ってくださって、うん、見てくださいこのこれこの「吉岡茂美コンサート、うん、いつも今から」っていうのがあるんですけどもこれカマキリさんのイラストでしょ。はい、でこれを開くと ここに何かスポンサーになってくれて,てる何、うん、<laughs> かあそこそのかセッカー通りにあった浜新市場とかですねんか福屋とかね<の>な,んかなんとかすごいんですよ。うんね、もういろんなところのこうスポンサーもこう手書きで書いてくださってて <laughs>、うん、<laughs> そしてこの中身も、うん、この字も全部手書きうん。 いかかに暇だったかねいや忙しかったと思うの <laughs> でもこんなすごいですよねこれ。というよりもねやっぱりね手書きってあったかいでしょ。そ<う>でね作曲作詞もね両方もねいい形で伝えたいということがそういう形にしちゃったんだね僕にはね。あ私もねこれ見てね、うん、考えられないだって「浜新市,市場」ってここに <laughs> 地図まで手書きで書 <laughs> いて全部 <laughs> スポンサースポンサーの。まあ、練馬区の良さですよ。<laughs> ええ、ね、で、もこれはちょっと驚いちゃいますよね。うん、今は無理だね。<coughs> うん。今は無理かもしれないね。ああ、でも、これ、本当、こうい、こういうね、カマキリさんの。こう、うん、なんていうかな、力協力していただいたり、応援があって。<laughs> まあ、私は今いるんだと思うんですけど。<coughs> で。コピーも、うちのコピー機作ったんだ。あ、そう、全然、もう、<laughs> ちゃ、ちゃっかりしちゃってて。もう、何から何まで、カマキリさん,に全部、うん。いや、応援って、そういうことなんだよ。 その人を応援するということは全勢力傾けてあげないと誠意が伝わっていかないでしょうそれに応えてくれるために頑張ってくれると思うんでね頑張ってましたか頑張ってたほんいつも笑顔でね頑張ってたほ苦しかっただろうと思う裏はねうんそうですね自分のやっぱりやりたいことをするっていうのはね 経済的にも大変だった。だから、お母さん、大変だったと思うよ。そうですね。そうですよね。なんか、みんなで、あの、なんか、うちの部屋で、お弁当作りをみんなでして。そんな、そんな時代でした。ねん、しょうさん、あれはね、飲めたしね。そう、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 そう。なんか、本当、手作りで、皆さんの愛と手作りでね、私のコンサートは。本当に。古い時間、大事なことじゃない。本当はね。本当はね。ただ、歌ってよしじゃなくてね。 仲間がみんなで楽しめることが大事だからね。 本当にありがたた。かっ男と女って関係なくねそういうふうになってきたじゃないその頃からそう僕40年前の話ですからねこれはねでも全然関係性が変わらないっていうのも本当幸せなことですよねでこんなねこの「女と戦争」っていうこのしらすきもカマキさんが作ってくださってこの銃を持っているね銃もね持ち方が逆だから撃てないんだよっていう。 メッセージはあるんですよ。で女ちっちゃい子に銃なんか持たしたくないじゃん。そそそううう。T シャツ作ってね。完売しちゃったから。そうでしたよね。ここにあの怒りの歌を歌ってみたいと女と戦争っていうね、これだったんですよ。く使ってくれたよ。とんでもない。でこれほら、すごい子供をね。大事なの。母親の気持ちもね、全てが現れるからね。 そう、ううこいいのも、本当てて、くださっただこういうふうにしてシンプルに「雪だけが降っている」っていうねこれここにも「カマキリ」って書いてあるんですけどこういうのも作ってださい。でその何ていうか貝によってこれがピンクのねまるで桜が散ってるみたいに見える時があったりとか。 なんかすごいこういうのもあってで何気にこうやって見ていてあれと思ったらここにまたカマキリさんの書いてくださった、うん、結構書いてたんだね昔の私がここに出てくるワンポイントにいいんですよ可愛くて、うんうん、昔は可愛かったもんね<あ> <laughs> すいませんけ、ね、どそれでこれはこれがアルバムですよね、うん、キングだっけかなどうキングレコードこれどういうイメージでお作りになったんでしょうね。あのねね、うん、女性が、ね、無限大に生き,生きよううという その髪の髪毛が無限,に,無限になってるわけああ<ー>だからあの今じゃなくてどん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 これからね、うん、発展していくための生き様を歌ってほしかったっいうことなどあそう、ね、その時はあそうなんですいやこの髪の毛はどういう意味ただ長いだけじろうそうそう,うんそういう意味だったんだ、うん、で,で後ろを向いてるんですよ まあ背中がね、うんうん、物語ってるからね、うん。これが女の歌、そして今っていう、うん、あのアルバム、要するに LP ですよね。今はこれ裏もいいんだよね。そう、これが反対になるとこういうふうになるみたいなね。今あのー、私この間、うん、あのう、ー、の、はい、さんのあの古典に伺ったんですけど。あ 今まあこの女の子女の子は当時40年前の女の子はこんな子でしたけど今は違うのよね。あのという名前でね動き出してんだけどねそうこれが「すっぴんちゃっぴん」ってこういう感じねこの島に女の子古道漫画というのは今の状況に合うと思ってねなんていうの部屋に閉じこもっちゃう。 わけでしょう。だからそういう時に、女の子って何か楽しいことを考えてほしいなということで。頑張ってねっちゅう意味で作ってみたんです。もう全部原画はね、田舎に送っちゃいました。だからもっとコピーしとけばよかったと思うけど、まあ、それはそれでね。使い捨てだから。え、なんで使い捨てなんですか。そう、すっぴんチャッピーって言うんですけど、あの、孤島ですよね。で、すっぴんっていうのは、素顔な意味でしょだから本音で言えるっていう。 意味も考えてるんです。よ。ね、チャッピーね。ーだから、これだけはね、カマキリ中の名前使ってないんです。宇野だけなんです。あ、宇野だけなんだ。うん、ああ、そうですか。カマキリでね、子供、あの、女の子の漫画描くとね。うん、なんか怪しげって思っちゃうじゃん。<laughs> でも、宇野カマキリさんは、まあ、ちょっと話が戻っちゃうんですけど。もともとは風刺漫画。はい、最初はね。うん、あ、そうだよね。うんうん、あのー。 フランスの漫画家のね己どう見えちてう人にもう続行惚れ込んじゃって、うん、あの精神がねデッサン力もあるし風刺画がすごかったんでねそ,それが高校、中学かな高校かなんかの時そっからずーっとやりだして統計、うん、出てからもそ,うその道だけじゃないけども、うん、アニメーションやったりしてたんでとにかく。 空気清進は絶えず持ってたね。ね、だって新聞とかで、パッと出て、うん、あの宇野,宇野さんの、うん、あの書いた漫画が出てくるとさ。一、うん、コマで洒落て。そうです。もう、さすが。っていつも持ってましたよ。<laughs> もうせっかちだから、一コマぐらいで、しかけないからね。<laughs> <laughs> でも、よくその世相というか、そういうもの、あの一つの熱、ね、心<い>で。うん、でもね、逆に僕らは、ほら、一般の人の代弁もしなきゃいけないじゃない、うん。あの、いい格好しいじゃなくてね。 俺たちこう思ってんだよ頑張ってよ政治家さん」っていう言葉にもなるわけね、うん、だからあの正義の味方といってね、うん、正義ではないんです正義の味方なんですという生き方はしてます。なんんかすごく、私私のののほら、世界とさんは、うん 単なる応援こういうふうにねするけど実際その,、うん、あの作品、はい、風刺漫画家としての作品はやっぱりまあみんなねあの気持ちの中には持ってると思うんでねうんだってあの歌う、ね、曲作るだけでもすごいことだと思うん。うん僕は尊敬してます。 ああ、私も尊敬のそどこではなくもう偉大だなと思ってびっくりしてもう全然あですもね見方とかがさ全然ぶれない選び方が立派だと思うああこの詩を選んだんだなと私が一番綺麗だったとかあったじゃないですか自転車に乗りながら「口ずさん」って言ったことあるもああそうですか思わずに「お前何やってんだ」って言われ もうママチャリだから余計にね気が済んだんじゃないかと思われちゃう <laughs> <laughs> でもんね。 やっぱふっと浮かんでくるのがいいなと思うね。今歌えないよって思うね。ちょっと嬉しいですね、その話はね。言ったことないもんね。恥ずかしくてね。聞いたことないし。まああの宇野さんは、宇野鎌切さんという名前と、あの本名の宇野文雄さん。宇野文雄さんの方は、あの童話とかね、そういうのを書きなって。そうだね。童話ですね。童話ですね。子供向けっていうかね、自分のね、 子供に、何か、あげときたかったから。あ,<ー>であのー、本名で、絵本なんか作ったりしてました、うん。だって、せっかくだからね、自分の、ね。うん、絵をね、息子に見せたいじゃん。んカマキリさんって、なんでカマキリになったの、うん、中学時代のあだ名。なんで。痩せてた。見せてた。眼鏡が、ちょうどね、カマキリの目みたいに。写真、写ってたんですよ。うん それを、うんで平凡パンチに持ち込みした時に本名じゃ弱いからふみ、うん、文雄にね何、うん、かいい名前ないってねあの編集の人が言うんですよだから「ポチ」とか変な名前はって言うから <laughs> <laughs> 思い切ってじゃ中学時代のねあだ名を使おうと思って。うん ちょっと売名行為もあったけどね。うん,うん、バッチリですよね。でも、うん、宇野カマキテさん。もう絶対女性に弱いですよね。<laughs> <laughs> だからカマキリ夫人っていうね、ああうん、佐々木水さんがやってる時代だったから余計に、ね。あ、余計。<laughs> <laughs> だからもうしょうがないね。<ー>神さんにはわ申し訳ないことしたけどね。<ー>まだその時独身だったからいいか。<laughs> あ、大丈夫 <laughs>、うん <laughs>。そうです。そういう経述があったの。うん なんでなのかなって私ずっと、うん、後からねその理由をね、うん、あのつけるとね動くものしか食べないんですよカマキリっていうのはうん、うん、だからアニメーションに向いてるという意、ね、識とかね<ー>くっつけていくんですねで灯籠の斧って言ってねすごいでっかいね相手に対する、うん、格好だけはね、うん、頑張れるよ、ね、うな、ん、そんなもんじゃないかなって思って、ねうん、いい方向に意味付けはしましたね<ー>それなりにね でもあれだよね、うんあの、本当にこれあの40年以上。はい ずっとこうな長生きしてるとこうやって楽しいこともありますね。それね。毎日楽しいもん。ね。それとさ、まあカマキリさんも私も結局あの頃から同じことしてません。残念ながら同じこと。ね。食べるものがちょっと変わったぐらいでね。同じことをしてるってこのなんかこう嬉しさもありますね。明日は楽しくなりそうな気がするから。ね。もう全然カマキリさんがさ全然違うさこと仕事しててさ違うだったらちょっとないだけど。 同じ仕事をして、それがちょっとこのね、ピンチャッピーに変わっただけで同じ本当にだってこの顔もなんて単なる可愛い女の子の顔じゃないもんね。あの目がね、あのコロナの絵なんです。それちゃうとマズいんだけど。だからやっぱりこう社会といつも関わりあってね書いていらっしゃるっていう。やっぱり毒もちょっと入れないとね。これ今これが今テーマ。 いや、もう次の次のビ行っちゃってます。行っちゃってますかも、も、はい、ああ、でもそれは…もう使い捨てだもん。ああ、自分でそれ。だってゴミだよ、最終的には。ああ、そういうか考えがあるのか。私なんかもう、あれです自分の書いた譜面とか、うん、もうボロボロになって横が切れたって持ってますよ。偉いないや、偉いじゃない。それだけスペースがあるからだよ、<laughs> 家に。僕はもう段ボールの間で、寝袋で寝てるんだ、未だに。<laughs> <laughs> そうからスペースの問題なのかなんか変な変な嫌<で>らしい執着心があるんだと思う,んだうじゃなくて僕はねそういうスペースの方が安心感ねうんまあ自信がこれやこれで終わりだなと思いが<ー>済んじゃうかそだからでもさ確かにさこう、なんかこう愛おしく全部持ってるよりも、うん、一度手放した方が次へ進めるよりもねあのねあ 本当買ってもらったら一番いいんだけ、ね、そうですね。うん。じゃあもう次のテーマに行っちゃってるわけだ。もう当然そうなっちゃうね。あ,<ー>あのー、ほらなんだっけ魚でね。あの、うん、流れてるから必ず泳いでないと、うん、生きていけない中生き方だね。うんうん、ああ、それ次のテーマなんて極秘でしょうでもやっぱり今。その日に考えるから。あ、そうなの。<laughs> <laughs> すごいな。今日これで帰りに散歩しながらああれにしようとかね。 あそう。だからこの古典漫画描いた時にテーマポン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 入れてあるんですよ。だからつまみ食うステーキいイ、先のつまみ食いじゃ。そうなんだ。あそうか。私私も意外と前へ前へ進んでたつもりなんだけど結構今さ YouTube これやって、過去から振り返ってるからなんかすごく今ね過去に引っ張られてますよ。あそうか。でもねあの。 時々振り返るのは大事だということは後輩にね伝えるためには過去のことを言ってあげないとね、うん、こうしたからこうだよって言うけどねただもうね僕らが言うとなんおせっかいなじじいだなと思われちゃうけどね。<laughs> <laughs> まあそういうふうにしてね振り返ったからこうやってカマキリさんともねこうやってねあってお話できてるんだしだって思ってなかったもんこのチラシのね。こね全部手書きで全部手書きですよもうこれなんかででも楽しんたね。すごいですよこれ最高でしょこういうふうにしたて私が一つの顔になるって今カマキリさんに私を書いてもらったらどんなふうになっちゃうのかなってちょっとそれがね疑問ですけどね。いやもう単純に書くよ。 いやなんかあのこれからのさでもまあ使い捨てだとか言ってるけど希望とはどうですか希望はねまたアニメーション作りたいアニメーションそれななんで粘土じゃなくてこのいやいやちゃんとね昔のね動画のね紙に1枚ずつテーマをまえもう大体テーマとは決まってんの最初にね作った画集がもうテーマだったのあそうね音楽やらせて あありがたい、ね、もうた担当させて音楽はい、はい、絶対あお守りバス的だからね、うん、何曲か必要で、ね、<laughs> あもちろん。 まあ私意欲満々。じゃその中でちらっと似顔を入れたりしてね。ああいねいね。もうこんなに手書きで書いていただいたこの分すべて私はお返ししたい。ありがとうございます。ぜひぜひ。じゃこれから私たちも未来に向かってちょっとゴーですね。ただこの番組を見てる人が次何やるんだろうってね疑問符があったら次見てくれるよ。あそうか。だから次へのために隠しとかなきゃいけないね部分的には。そうですね。 うんわかりました <laughs> 報告だけどんどんしてあげてはいわかりました、はいえー、今日は本当に楽しい話ありがとうございました、はいえー、宇野キリさんに今日は、はいえー、このスタジオに来ていただきました本当にありがとうございますういまどうもどうもすいません、はいはい、で、えー、私はこのファーストアルバムを出したんですけどももう私これあのてんやわんやでした実はその春に私は結婚しましてこのレコーディングをした時には お腹に子それで今はあのー、なんていうかな妊婦であったり子供がいてもあのシンガーソングライターというかね、うん、そうい人たちは十分生きていけるんですが今から40万前ですから、うん、なかなかそういうのが、うん、あのー。 厳しくてなかなかね大変だったんですそんな話も次回したいと思いますうん、そ,うね、それではぜひまた次回お会いしましょうよろしくお願いしますカマキさんあ,、はいはい、ありがとうございましたちょきちょきちょき <laughs> <laughs> ありがとうございましたはい、はい